UH-1Y ベノム、サンディエゴを発艦しようとする UH-1YUH-1Y ベノムはアメリカ合衆国のベルヘリコプターが同社の UH-1N ツインヒューイをアップグレードさせる形で開発した中型軍用ヘリコプターである。1996年にアメリカ海兵隊が発表した R-1W スーパーコブラの R-1Z バイパーへの 近代化改修計画と並行して初飛行からすでに30年が経過し、老朽化していた UH-1N2 ヒューイを改造する形で近代化改修させたのが UH-1Y である。並行して行われた理由として、もともと R-1 コブラは UH-1 ヒューイをベースとして開発された機体であり、当機と共通のコンポーネントを使用することが可能で、 開発、改造コストの抑制を行うことが可能であった。ただし、その R-1Z は、機体の95%が心臓という回収とは、名ばかりの新型機で、従来の R-1UH-1 との互換性がなくなったことから、今度は逆に R-1Z と共通のコンポーネントを使用する UH-1Y が開発されたという事情がある。 この試みにより、強襲揚陸艦への搭載に対応した、折りたたみ可能なブレード4枚構成のメインローター、新型トランスミッション、対電磁波能力、塩害対策、新型光学センサー、T700GE401C エンジン2機が搭載され、R-1Z と84%の共通性が付与された。また、コックピットに関しては、大型。 多目的表示ディスプレイ4つ及び方位計2つ、ずつから構成される、グラスコックピットに乾燥され、システムも R-1Z と同一である。その他、UH-1N と比較して、速度、搭載能力の向上が図られ、ヘッドマウントディスプレイでの夜間飛行にも対応している。2001年末に初飛行を行ったが、R-1Z の試作機の設計変更により、 2005年度会計からの承認となった。その後、2006年に R-1Z と共に飛行テストが完了。2008年に初期作戦能力を付与され、2009年1月に配備が開始された。今後、2016年までに123機の UH-1N が UH-1Y に更新される予定である。コックピットが U-17 とロケット弾ポット。 ありがとうございます。